れ様です。今日は2月8日木曜日朝6時半の相場解説になります。まず日足を見ていただいてるんですけども、上昇した大きな突き上げってのがね、これファンダメンタルでできたやつなんですけども、逆にファンダメンタルで下落がありました。で、やっぱりね、反発っていうんですか、なんとか総裁っていうね、女性の方が出てきて、その方がね、なんていうのかな、金利が上がるとか下がるとか言ってたわけですよ。それによって市場が反応して大きな陰線を書いたわけですけども、それも薄れてくると昨日のうちにもうね、戻しが始まって半値戻しが、完了したっていうのが、こちらの陰線と陽線の相関関係になってますね。で、まだ確定してないんですけども、もう間もなく確定してですね、その通りになると思います。というところでね、今日はレンジで勝負できると思います。上昇トレンドでも下落トレンドもなくてレンジですよね。レンジ内オプションが組めると思いますよ。で、4時間の方を見ていきます。4時間はこれですね。4時間でどのように見ていくかってことなんですけども、総裁がお話したのがこの大きな陰線なんですけどもね、それから市場が冷静さを保って、あれおかしいなと思って、昨日の夕方から夜にかけて半値戻しを完成させたことっていうことになるんですよ。そうなるってね、底値がここに来て、天井がここに来るっていうのは単純な図式が引けるんですけども、1時間で見るともっとシンプルでね、こちらの上げ幅、半値戻しがあったところの天井でレンジが引ける。これが一つになります。あとはこれを今日中にブレイクして上の方に向かうようなら、この上昇幅も取っていけるねってことになりますね。大筋そんなところですね。で、1時間です。はい。もう、私が言わなくても、上底下底の過程はもうお分かりだと思いますけども、どうでしょうか。一応引いておきましょうか。切り番で言うならここです。147円の885ですよ。書いておきますね、ここにね。147円の885ね。で、このぴったりとこのプライスっていうわけじゃないですからね。一応このプライスは指定しますけども、この前後ですから、例えば147の900になったり、800になったり、その辺の誤差は、皆さんの方でね、心に留めておいてください。こちらの方ね。あれ？ちょっと違いますね。これは間違いです。すいません。私の目算が違ったら、こっちの方がいいと思いますね。147円の745です。ちょっとこれ、消させてもらって、147の745ね。あれ？おや？と思った方、正解です。私のちょっとね、目算違いでした。下がこれですね。で、昨日はこの価格から148円を超えたら利食いしましょうみたいなことで言ったんですけども、あまりにも利食いの瞬間っていうのが短かったんで、このあたりね、利益を取るのは難しかったでしょってお話したんですよ。ですんで今日は148円を超えたら利食いしてくださいね。で、天井を引くならここです。切り板で言うなら148円の155。で、これが上ですよ。このレンジが一つあります。さらにレジサボ転換をして上の方に行ったら、148円の155が今度は、下値に変わります。上底下底の下底にね。で、上底はどこにあるかっていうと、この辺にしときましょうか。148円の710です。こう書いておきますね。148円の710。はい。こんな形ですね。ちょっとちっちゃくしましょうか、これ。はい。この3プライスじゃないですか。今日マークするの。はい。ちょっと一部消えちゃいましたけどもね。このようにしておきましょうか。で、上下が1円で、ちょうど真ん中ぐらいに、この148の155があるよねってことですね。はい。じゃあ今日はそんなところでございます。これで今日は見立てていきましょう。それでは。